イソマツ属は、イソマツ科の遺憾多場植物で120種ほどの種が属している属である。多年草または一年草で、稀に低木、または高木である。薄紫色の小さな花をつけることが多いため、英名ではシーラベンダーやマーシュローズマリーと呼ばれるが、ラベンダーやローズマリーとは類縁関係にない。代表的な種に、ウコギイソマツやハマサジ、ハナハマサジなどがある。 俗名のリモニアムの語源は、牧草地を意味するギリシャ語のラムダイプシロニオタミュー、ニューであり、スターチスの語源は同じギリシャ語で、静止のを意味するシグマタウアルファタウイオタカッパである。イソマツ族はヨーロッパからシベリア、アジア、アフリカ、オーストラリア、北、アメリカなどに広く分布する。そのうちの大部分がカナリア諸島から地中海沿岸、中央アジアにかけて分布している。 一方、北、アメリカにはたった3種しか分布していない。日本に分布する種は、ハマサジが東北地方から九州、東、アジア等の広い範囲で分布している一方、ウコ武イソマツは伊豆諸島及び小笠原諸島、南西諸島、台湾に隔離分布し、台湾ハマサジはモ表島及び東南アジアに、尖閣マサジは魚釣リ島一島のみにしか分布しておらず。 植物地理学、種文化の点から興味深い。本属は特殊な環境に生育する植物である。多くの種が海岸近くや潮沼などの遠征土壌に生育し、一部が大陸中央部の遠征土壌や石膏室の土壌、アルカリ性土壌の地域やステップ、砂漠などの乾燥地帯に生息する。日本産の種はすべて海岸沿いの岩礁帯に生育する。 一般的に、イソマツ族は多年草であり、地上部の高さは10から70センチメートル程度まで成長する。また、いくつかの種は低木、アコウ木で2メートル程度まで成長する。また、日本に生育するイソマツ族は小型の木元で樹高10の50センチメートル程度である。葉は単純な形状をしており、全体に裂片があり、 長さ1から3 0トル、幅0.5から1 0トルの大きさである。葉の多くはロゼッタ葉で、そこから小型で、茶色の臨偏用に包まれている花形が伸びる。花は分岐した塩水果樹、または三房果樹につき、一つ一つの花は小さく5つのおしべと5列片の額と花冠を持つ。花の色は多くの種でピンクや紫色で、 白色や黄色は少ない。果実は一部が宿、アリ性の額によって包まれている小さな果てであり、その中に種子が一つ入っている。イソマツ族には120から150種が属しており、その多くは非常に狭い範囲に生育する固有種である。なお、内は自生地である。イソマツ族は日本に4種分布している。そのうち、尖閣浜さが 日本固有種である。また、ウコンイソマツは花の色に変異が見られ、その花の色によりに変種、に品種に分類される。また、蒸気4種5変種が環境省レッドデータブックに掲載されており、絶滅の恐れがある。これは、日本産イソマツ族がもともと個体数が少ないこと、生息環境が海岸などの狭い地域であることや、生息環境の開発、 園芸用、薬用としての採取などが要因として挙げられる。主な、磯松族の種を挙げる。便宜上蒸気の日本に分布する種も含む。なお、日本に生育しない種では名がついているものは日本でも栽培、または園芸用として販売されている種である。日本でも普通に流通している磯松族の花はまさじ、いくつかの種が園芸用に用いられ、ガーデナーの間では、 一般的に、スターチスと呼ばれている。主に花を鑑賞する目的で育てられるが、花が落ちた後も美しい額が残るため、永遠の花と呼ばれる。その他、ドライフラワーにしたり、日本では盆栽にも用いられる。日本で栽培されているものは7、8種あり、地中海の海岸やシュベリア原産のものなどが多い。かつて栽培用の磯松属の種子は、採取することが難しかったため、 花柄のまま売られていた。現在は、ほとんどが、クリーンシードなので、そのままパチや箱に巻いて育てられる。秋か早春が葉種の適時である。また、株分けや根差しも行われるが、成長してからの移植を嫌うので、こないのうちに行う。やや乾燥した弱アルカリ性の、日当たりのよく排水性の良い土を好む。原種から選抜されて栽培されているものを以下に示す。 日本の沖縄県では、コこイソマ松が民間療法の薬として用いられる。ありがとうございます。